鈴木と申します。八戸市内から来ました。そうですね、あの海がすぐそこで子供たちもちょっと遊ばせれるんでとてもいいなと思います。そうですね、津波に遭った時はもうぐちゃぐちゃになってどうなるかと思ったんですけども、だいぶ元に戻ってきて遊べるようになったんでよかったなと思います。機会があったら来年もまた来ようと思います。サメ浜祭りの副実行委員長の佐々木です。今日意外とお客さんが多いです。でまあちょっと今年はね、エネとかホヤっていうのは出していませんので申し訳ありませんけども、皆さん期待に沿いなくても申し訳ありません。サメも元気になりましたので今後皆さんもよろしくお願いします。前に三々の破滅もの